日長岡京は山城国大都国軍にあった古代日本の都の城。旧域跡は向こう市海出町に位置し、長岡旧跡として国の史跡に指定されている。延暦3年11月11日に平城京から遷都され、延暦13年10月22日に平安京に遷都されるまで機能した。長岡京は官武天皇の直命により平城京から 北4 0トルの長岡の地に線として増営され、平城系の地理的弱点を克服しようとした都市であった。長岡京の近くには、桂川や宇治川など、三本の大きな川が淀川となる合流点があった。全国からの物資を荷上げする港、山崎津を設け、ここで小さな船に積み替える。そこから川を遡ると直接、都の中に入ることができた。 長岡京には、こうした川が3本流れ、船で効率よく物資を運ぶことができ、陸路を使わざるを得なかった平常系の問題を解消できた。発掘調査では、ほぼ各家に井戸が見つかっていることから、そこに住む人々も豊かな水の恩恵を受けていたと言える。平常系で問題となっていた下水にも対策が立てられた。道路脇の流れる水を、 家の中に引き込み、排泄物を流すようになっていた。長岡京の北西で湧いた豊かな水は、緩やかな斜面に作られた戸の中を自然に南東へ流れ、これによって汚物は川へ押し流され、とは清潔さを保っていた。寒武天皇は、自らの宮殿を町より15メートルほど高い地に気づき、天皇の権威を目に見える形で示し、長岡京が、 天皇の都であることを強調した。俗に本気に、関武天皇とその側近であった、藤原種次のやりとりが記されている。遷都の第一条件は、物資の運搬に便利な大きな川がある場所とする、関武天皇に対し、種次は、山城の国長岡を創造した。長岡は、種次の実家があり、支持基盤がある場所でもあった。その他の理由として、などの説がある。 784年は、孔子川令の年であり、寒武天皇は天武系とは異なる天寺系の天皇であった。785年の正月に宮殿で新年の儀式を行ったが、これは都の建築開始からわずか半年で宮殿が完成していたことを意味する。その宮殿建設では、反対勢力や戦都による奈良の人々への影響を意識した段取りをする。当時、 宮殿の建設では、元あった宮殿を解体して移築するのが一般的であったが、平城系から宮殿を移築するのではなく、南馬宮の宮殿を移築した。また、戦都の際に、桓武天皇は、朝廷内の改革に取り組み、藤原種継とその一族を徴用し、反対する勢力を遠ざけた。しかし、同年9月に、作り、長岡宮氏の種継が暗殺された。 死亡者の中には、平常系の仏教勢力である東大寺に関わる役人も複数いた。そして関武天皇のスメラフ等々と沢良親王も、この反逆に組みしていたとされ幽閉、入るとなり、親王は、入る。親王の死後、秀照による、飢饉、薬病の大流行や、皇后ら関武天皇近親者の相次ぐ死去、伊勢神宮聖殿の放火。 皇太子の発病など様々な返事が起こったことから、792年6月10日に、その原因を恩明氏に占わせたところ、沢良神皇の恩領によるものとの結果が出て、神皇の御霊を沈める儀式を行う。しかし、その直後と2ヶ月後の2度の大雨によって、都の中を流れる川が氾濫し、大きな被害をこむったことから、治水担当者であった、和け清丸の権威もあって、 793年1月15日には、再選とのための公式調査が、葛ずの郡んう村で行われた。2月には、鴨大臣への再選と報告。3月には、再選と先の百姓に立ちのき保証が行われ、再選と作業が始まった。そして、長岡京への選とからわずか10年後となる翌794年に、平安京選とすることになる。 もっとも、789年の造営大工への、除意記事を最後に、長岡京の工事に関する記録は姿を消しており、791年、平城宮の書門を解体して、長岡宮に運ばせたものの、実際には平安宮にそのまま転用されていることから、延暦10年の段階ですでに、長岡京の廃止決定と、新たな都の計画が進められていたと考えられている。 長岡京は近年まで幻の都とされていたが、1954年より西京高校教員であった中山周一を中心として発掘が開始され、翌1955年、大大理長動員の門跡が発見されたのを川切りとして、1962年大極度の跡が発見され、今日までにかなり発掘調査が進み、1964年に、 国の史跡に指定された。1967年代理内閣築地海老北西部が確認され、1979年代理南方の重要漢画の存在を証明する意向として、大規模な築地米が発見された。発掘の結果分かったことは次の通りである。遺跡の一角で2003年に日本電産の本社建設が行われることとなり、事前に調査が行われた。 出土した、牧書時の文字によって、桓武天皇が長岡京から平安京に移る一年余りの間滞在した、長岡京東院であることが判明した。日本伝産では学会などの保存要望に応えようと、地下に遺跡を保存するため当初の設計を大幅に変更して施行された。社屋では発掘された、出土品一部を展示している。ありがとうございます。